地域の先生始まるよ。こんにちは、会社名住友生命保険会社、総合保険会社の篠原秀則と申します。どうぞよろしくお願いいたします。プログラムです。講師紹介で、学生時代の夢や経験、そして、仕事の内容、やりがい、仕事生活をしていく中で感じた課題、課題の解決に向けて、そしてまとめをして、終わりたいと思います。はい、早速ですが、講師プロフィール紹介ということで家庭編です。名前を篠原秀則と言います。出身は大阪府茨木市というところで、大学卒業する22歳まで大阪で住んでまして、会社に入ってからいろいろ転々としているような状況です。茨木市は雨上がり決死隊の宮迫さん謹慎しておりますが、南海キャンディーズのしずちゃんとかですね、ナイナイの岡村とか、カモン達夫、牧原則之、捕まっちゃいましたけどね、はい、というような、そうそうたるメンバーが、茨城出身でいらっしゃいまして、そこの生まれでございます。はい、で家族は5人家族で、嫁35歳、長男が、皆さんとね、中学生の中2、この春から中2というような年齢です。次男が7歳、小2、長女が5歳の年長というような家族構成で、今淵野辺に住んでおります。はい、仕事の方のプロフィールですが、住友生命保険総合会社ということで、生命保険の販売をする会社でございます。職種としては総合職で全国転勤型ということで、北北海道から南は沖縄まで、会社に、行けと言われたらはいっつって行ってくるというような、そういう仕事になっております。業種っていうのが保険金融業ということで、金融なので銀行さんとかと同じような業種になるということでございます。はい、で今まで転勤した回数非常に多いんですが、13年間で東京で1ヶ月研修を受けて、新潟県3年間、愛知県名古屋市1年半、千葉県船橋市半年、熊本県水俣市で3年間、福井県敦賀市で2年、そして神奈川県の相模原市に今3年住んで4年目に突入をしているようなところでございます。思い返すと2年に1回くらいのペースでですね、転勤をしてまして、いわゆる転勤族というような、そういう暮らしをね、しております。はい、相模原に家を建てまして、それまでは家族全員で移動してたんですけれども、これからはですね、もし移動したら単身赴任というような形になるかもしれません。はい、では、中学校の頃の夢ということで、中学校の時に正直夢とかっていうの、具体的ななんかこうなりたいみたいなのは全く正直なくて、ただ好きなことを好きなようにやってたっていう感じですかね。なので夢というよりは夢中になっていたことっていうことなんですが、小学校から J リーグができまして、そのブームにあやかってですね、J リーガーを、その時は J リーガーになりたいとかつってサッカーを始めたんですね。はい、ただ非常に弱小でございまして、運動神経もそんなに良くなかったので、弱いまま終わってしまいまして、ただクラブとかはね、部活は一生懸命やって、いい経験になったなと思ってます。でもう一つ、中学校から始めたのがアコースティックギターということで、エレキギターとかっていうのは電気でね、弾くやつなんですけれども、アコースティックギターっていうのは木でできてまして、もう弾いたらそのままジャーンとやるとジャーンってなるみたいな、そういう楽器になります。ゆずとかが弾いてるイメージ、小袋とかゆずとかですね、ああいうアーティストが弾いてるのが印象的ですけれども、当時私が中学校の時にゆずがデビューをしたばっかりだったので、ギターを自分も始めてですね、ゆずを練習したりとか、夏色とかって、あとミスターチルドレンが好きだったので、ミスチル の曲を一生懸命練習して、なんか披露してみたりとかして、やったのを覚えてます。で高校に入ってから音楽も続けてまして、駅前で歌う路上ライブっていうのを実はですね、阪急茨城駅というところでやってまして、音楽仲間が増えてですね、その頃にやっぱり出会った仲間っていうのがすごく、自分の人生の中で今もつながりがあるんですけども大事で、いろんな、なんて言うんでしょうね、自分にはないものをいっぱい勉強させてもらった仲間になったなっていうふうに思います。はい、
で、大学までですね、実はこれ続けてまして7年間ぐらいストリートライブっていうのをずっとやってたんですが、ある時ですね、お声がかかりまして、自分で金出すんだったらアルバムとか作っていいよみたいな感じで言われて、あ、じゃあやってみますって言って100万もかけたんです、大学の時に。まあなかなか大変だったんですが、自分たちでねお金を出し合って、アルバムとかそういう CD を作ったりしておりました。100万はですねしっかりと元が取れまして、プラスになって、しっかり売り切れたっていうのが、まあ、今ではいい思い出かなというふうに思います。中学校の頃から始めた趣味が今のその大学までしっかり、やることによって、なんか自分の中ですごくこれはやりきったみたいな自信だったりとか、まあ、いい友達ができたりとかで、まあ、やっぱり一生懸命こういう好きなことをを突き詰めてやるっていう時間はすごく自分の中で貴重だったなと今になって思います。はい、こんな中学校から大学までを過ごしまして、住友生命にですね13年前に入社をしました。はい、住友生命どんな会社っていうのが、こちら載っておりますが、1907年で113年、創業からですね113年が経っているような会社です。東京築地大阪の京橋に本社がありまして、従業員が4万3000人ぐらい、いると。営業職が3万2000人ぐらいで、まあ、大体営業保険を売るための営業をお客様にいろいろご説明をこういろいろしていくことで成り立っているような、そういう会社になります。生命保険というと、まあ、中学生の皆様にはあまりまだ馴染みがないかなと思うんですけども、まあ、皆さんのお父さんとかねお母さんとかはやっぱり自分に何かあった時に、家族が困らないようにということで入られている方も結構多いと思います。はい、で皆様から保険料という形で、お金をお預かりして、そのお金をですね運用したりとか、いろんなことに回しながら増やしてお返ししたりとか、何か困ったことがあった方のところにしっかりお届けするっていう、そういう仕事をしております。まあ、住友っていうと住友生命以外にも三井住友銀行とか住友不動産とかね、住友林業とか、なんか住友っていう名前つくのいっぱいあるんですが、財閥という住友財閥っていうのが江戸時代から続くものがありまして、そのまあ一つの部門、生命保険の部門が独立して住友生命になっていると。他にも財閥は三井とかですね、三菱とか三菱自動車とか電機とかっていろいろあると思うんですが、まあそういったものの一つになります。はい、次です。仕事の内容、まあ、住友生命に就職してよかったこと、まあ、いわゆるサラリーマンというような形にはなるんですけれども、住友生命はですね、全国いろんなところにありまして、でいろんな方がいます。で全国4万人以上の社員がいまして、本当にですね、まあ、会社を通じてお会いできる先輩後輩同僚っていうのがすごく私にとってはですね、その出会いが刺激になって成長につながっているなと思います。まあ、なんて言うんでしょうね、自分とは合わない人も中には結構いたりします。もちろん嫌な上司とかってもやっぱりいたりもするんですけど、そういう方とお会いして自分ができないことを突きつけられてできるようになっていくとか、まあ、いろんなお付き合いの仕方とかっていうのを学んだりして、まあ、成長につながっているなというふうに思います。あとは保険の営業なので、お客様ですね、いろんなお客様がいらっしゃる、いい方もいれば、まあ、理不尽に怒ってくるようなお客様もいらっしゃったりしますが、そういうお客様の対応する中で自分のいろんな一面というか、まあ、ちょっと演じてお客様に接したりとかするところも結構あったりするので、いろんな一面、自分の新しい発見というのをしていけるなっていう、そういう職種になります。だから、まあ、保険会社ということなんですが、住友生命に就職してよかったなというふうに思ってます。あともう一つは、まあ、仕事を通じて社会貢献ができているということで、保険は困ったことが起きた方にお金をお届けをして、経済的に困らないようにするっていう仕事です。困った人を助ける制度なんですね。自分が目の前の大切な人たちに保険に入っていただくことで、何かあったら助けることができるっていう仕事はやっぱりすごくプライドを持ってやってますし、大事な仕事なのかな、やりがいを持って、こちら取り組んでおります。実際に、まあ、すごく重い病気をされてですね、困っているお客様とかに保険金という形でお金をですねお届けした際には、もう涙を流して喜んでいただいたり感謝をしていただいたりとかっていう経験をすることで、まあ、本当にやっててよかったな、
ていうふうに思います。はい、では次です。生命保険って何っていうことで、まあ、生命保険ってまだ中学生の皆様には馴染みがないと思います。わからないことだと思うんですが、もしもの時にお互いを助け合うため、相互扶助というような言葉で呼ばれてますけれども、そういう商品になります。貯金はですね、月々ちょっとずつ積み立てて、ようやく、積み立て額が大きくなる三角形って呼ばれてるんですが、貯金は三角で、保険は月々1万円掛け金を払っていただいたら、その翌日からですね、お亡くなりになったりすると3000万円の保険金が下りるとか、四角形というふうに言われているんですけれども、後で図が出てきますが、すぐにねお金は貯まるものじゃないので、ただそのもしもお亡くなりになったり、今コロナですごくね騒がれてますが、誰も多分そのコロナで自分が身近な方が亡くなるっていうのは思ってなかったと思うんです。でもそれって急にやってきますよね。でそれに対して準備が積み立てっていう形でできてればいいんですけど、大体の方がそういうのは難しいので、やっぱり保険という形で一定の金額がしっかりそういう困ったことがあった方に来るようにっていうのを仕事にしております。はい、で次ね、図になりますが、加入のされた方が保険料という形でお金をですね出していただきます。でそれを保険会社が集めて、それを運用して増やしたりとか、もしくは困ったことがあった方に届ける、そういう大事な仕事をしてます。なのでみんなで助け合う相互扶助という精神で成り立っております。はい、です。保険の種類は様々あるんですが、基本的にはちょっと3つですね、紹介させていただきたいと思いますが、定期保険と呼ばれる期間が定まっている保険が1つ目です。一定期間の保証を安い掛け金で準備できる、そういう保証になっています。貯金の保険もあったりするんですが、これに関しては貯金のないタイプ、掛け捨て保険とかって、いわゆる掛け捨て保険というものになります。これは保険料が安く、大きな死亡保障とか保険金を獲得するために非常に適しているというような商品になります。はい、でもう一つ、それに対してですね、期間は決まっているが、貯金がある養老保険というものがありまして、定期保険と形は似てるんですが、違うのが積み立てがあって満期保険金というのが受け取れるという感じですね。一定期間保証を持ちながら、保険金を準備、お金を準備できると、で生きてる間に満期保険金というのを受け取れるというのが特徴です。ただ積み立てがあるので、先ほどの定期保険よりも保険料が高いというのが特徴になってます。はい、次です。終身保険、一生涯にわたる、先ほどの2つと比べると期間が定まった保険に対して一生涯ずっと続いていくような保険になります。解約返礼金で、解約した時に戻ってくるお金、掛け金ともに養老保険について高いんですが、一生涯の保証を得られるということで、安心をしてもらえるかなというふうに思います。この3つの保険を組み合わせて、単品で入るんじゃなくて、それぞれ用途に合わせて組み合わせて保険を入るっていう方が多いということですね。はい、で保険金額をどうやって決めるのということなんですが、適当に決めるわけじゃないです。例えばお子さんが1人のご家庭と、お子さんが3人いらっしゃるご家庭では、ご遺族に、お父さんが何かあった時とかね、お母さんが何かあった時に、家庭に残さなきゃいけないお金っていうのは教育費とかって変わってきますよね。なので、そういった支出と収入っていうのをしっかり計算をして、その計算に基づいて金額を決めていきます。基本的には生活費ですね、食費とか、あとは教育費、皆さんが学校に通っている給食代とか、塾に通っているお金とかもそうですけれども、教育費と呼ばれるもの、あとは住んでいるところの住居費ですね、そういったものを支出として計算をします。それに対して収入ですね、お亡くなりになった時は遺族年金っていうのが国から出てきます。で、働けなくなったり障害状態になった場合は障害年金というのが下りるんですけれども、そういったものを計算をしてですね、不足額を補うような形でやっております。はい、で教育費なんですが、ぜひ知っておいていただきたいんですが、学校種別のお子様の教育資金っていうのの統計が出てるんですけれども、ずっと幼稚園からですね、国公立って公立の学校にしっかり大学まで通った方でも1000万弱ぐらいかかります。なので、
大事な、ね、お金を皆さんのご両親はしっかりと皆さんに教育を受けさせてあげたいということで使ってると思うので、その時間とか、いろんなお金のことを無駄にせずにしっかりやるべき勉強だったり部活動、友達作りに、中学の時代はしっかり励んでもらえたらなと思います。はい、よろしくお願いします。